ヤギ邸は、京都市中京区三部にある豪氏ヤギ家の邸宅で、幕末に新選組の頓所として使われた。2018年現在も、ヤギ玄之城の子孫が継承している一方、歴史的建築物として一般に公開されている。芹沢カモが暗殺された際についたとされる、刀傷など、新選組に関わる意向がある。ヤギ家の子孫は、ヤギ又米、三部村の豪氏。 越前の戦国大名、朝倉義景の子。八木家のウェブサイトでは、田島国で八木康隆により起こったとしている。源の頼朝より、今の家紋を配慮したと伝わる。室町時代に京の身部に移ったとする。八木邸のある身部の地は、水が豊かで、濃厚に適した土地であり、京都でも有数の農業地帯であった。八木邸は、小高い場所に建てられた。 幕末には、江戸老子の宿所となる。文久3年2月23日、老子組として上落した、近藤勇と市営官一門の7名、及び芹沢かも、新見二式、平山五郎、平山茂介野口賢治らが投縮した。その後、老子組の江戸への引き上げの際に残った、芹沢かも、近藤勇ら13名はそのまま八木邸に残り、同年3月16日、 松平日後守る五両新鮮組宿と、ヤギや右門中に表札が掲げられる。同年9月18日、芹沢鴨、平山五郎ら4名が、ヤギ亭奥座敷にて暗殺される。昭和58年6月1日、京都市指定有形文化財に指定される。ありがとうございます。